動物に山中の一発ギャグを見せてみよう。一発ギャグやと思う、今ちょっとここら動物園に来てるんですけど、はい、動物園の動物に山中の一発ギャグを見せたらどうなるかという。どうなるかって前、ちょっと森の中っぽいところで撮影してて、お前一発ギャグやったら、周りにいたカエルたちが黙ったから。サーパンツ入りたいぞー。動物にも通用するんじゃないかなっていう。いやいや、動物は、だってそれで、もしなんかいろいろ撃退できたら。そうよ、もうカラスよけとかさ。すごい。でも毎回さ、渋谷のスクランブル交差点近くの、なんかワールドカップで若者が大騒ぎしてる時に、ちょうどそこら辺で漫才やっとる。やったね。お前が一発ギャグやったら、あんだけニュースで騒ぎになった若者が全員静まり返ったから。いや、あれはびっくりしたけど。シーンってなったことあって。びっくりしたわ。騒ぎや。もう人間にはもうだから、どんな人間も黙らせるのはできるってこと分かったから。何じゃね、その効果。次は動物に。はぁ、まあ。今ちょうどいい近くに動物いるから。せっかく来たからね。うん。ちょっとじゃあチャレンジしてみましょう。はい。さあ、ダチョウのところにやってきましたね。ダチョウがいっぱいいるところなんで、ここでじゃあちょっと一発ギャグやってもらいましょうか。じゃあどんな動物も山中の一発ギャグを見ればどんな反応になるかチャレンジしてみたいと思います。ギャグまで3、2、1、どうぞ。3、2、1、どうぞ。ポイーン、プリカおっぱい。一匹もこっち向いてねえな。全員向こう向いてんな。人もいねえわ。あ、こっち一匹向いた。じゃ、もう一回ちょっとやるか。もう一回振りこっぱやってみよう。うん。振りこっぱい。やっぱり一匹もこっち向いてねえわ。全員下か向こう側向いてるわ。頭かいてるやついるもんな。あんなダチョウ初めて見た。俺人の頭がかゆくした。そうだな。現実逃避したくなったんだろうな。というわけで山中の一発ギャグでは、まあちょっと一発ギャグ、山中の一発ギャグは動物でも黙らせることができるということが実証できたので、みんな遠く行こうとする。そうだな、みんなどっか旅立とうとしてるもんな。他の動物でもやってもいいけどな。だって向こう側の人、ダチョウじゃなくてお前のこと指さしてて今。向こうのお客さん。ああ、うん。というわけで、じゃあ一発ギャグは効果絶大だったということで、また何かやりましょう。俺だってもうハゲてきてる。俺今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。